男性必見ですこの3つのホルモンが分泌量が増えてしまうとあの前立腺肥大勃起不全筋力を失ってしま、まあ生力低下昼間も元気で,でそれで夜も元気でその、まあ、精力が落ちてしまうって今の現代社会の問題って言ったらやっぱりこのね <music> こんにちは自然中クラブの小崎です。 えー、今回はですね中年男性必見バイアグラに頼らない勢力増強そして勃起不その夜のね、まあ、ロマンチックな問題があってですねで、まあ、バイアグラに頼って、まあ、夜の営みをされているっていうご質問があってですねどうやったらですね、まあ、薬にも頼らないで男性機能を復活させればいいのかっていうことをご質問いただきました。 バイアグラっていうのはでですすね、まあ、基本的に薬に薬なるわけですので副作用とかがあってで、まあ、頭痛が起きてしまったり消化不良が起きてしまったりとかするわけなので、まあ、なるべく薬に頼らないで昼間も元気で,でそれで夜も元気でっていうふうにいた方がいいわけですよね。で今回はまあ男性必見ですえ男性のための,その精力アップであり募起、えー、不全対応になるんですけどももし女性でもご主人のまあ夜の活動にね 不満がある方はぜひこちらを見ていただいて対策していただければというふうに思います。でこの男性機能がじゃあどうしてね機能不全が起きてしまうのか勢力減退してしまうのかっていうことなんですけどもえ大きなキーポイントはやっぱりホルモンなんですね。このテストステロンというです、ね、男性ホルモンこれが老化とともにテストステロンが下がるわけなんですね。でそれと同時に実はもう一つ要因っていうのがあってそのこの3つのホルモン が分泌量が増えてしまうとテストスローンが下がってしまうというようなことが起きるわけなんですね。で、テストスローンが下がるとどのような症状が出るかって言ったらですね、あの前立腺肥大、前立腺の問題が出てくるということと、あとは勃起不全、まあ、夜が元気がないということですね。あとは筋力を失ってしまうということと、まあ、精力低下、そして元気が出ないというようなことになってしまうんですね。でもし この症状に当てはまるようなことでしたら今回の話をしっかり聞いていただいて対策していただきたいという,ふうに思います。でじゃあキーは何かって言ったらこの、まあ、テストスローンに関わるホルモンとしてはこのエストロゲンという女性ホルモンこれが1つとコルチゾールストレスホルモンですね。であともう1つは インンンスリンっていうホルモンこちらがですね分泌量が増えてしまうとテストスロンが下がってしまうっていう、まあ、このバランスが出てきてしまうということですでじゃあ原因としてどういうものがこのエストロゲンとか女性ホルモンを上げてしまうのかって言ったらですねまずエストロゲン過剰でいうと私たちの食べているもの特に遺伝子組み換え作物大豆とかコーンですねアメリカで作られている 遺伝子組み換え作物っていうのは、まあ、全体量の90がもう遺伝子組み換え作物になっていますですのでもうアメリカから輸入されたコーンとか大豆っていうものにじゃがいものにもそうなんですけども大量の農薬が使われていてでその農薬に環境ホルモンっていうものがあるわけですのでそういうものを食べるとエストロゲン過剰になってしまう、えー、エストロゲンとして体の中で認識されてしまうので、えー、結果的にテストステロンを下げてしまうということですね。 あと肉、アメリカの肉、もう大量にですね、成長ホルモンああというものを、を抗生物質とか大量に使われているわけなんですけど、それは環境ホルモンになって、またエストロゲン過剰になってしまうわけなんですね。で、あと乳製品、それも同じですね、その大量の成長ホルモンとかで打たれた牛の牛乳ですね。 その牛乳でできた乳製品バターもそうだし牛乳もそうだしでチーズとかもそうだしそういうものに対してですねその環境ホルモンとなってエストロゲンが上がってしまう結果的にテストステロンが下がるっていうことですあとは肝機能が、えー、肝機能不全 が起きるとということですね、まあ、肝不全なんですけれどもこれ何かっていったら肝臓に脂肪がついてしまってそこで肝臓内で炎症が起きてしまう、えー、そのことによって、えー、テストステロンというホルモンを作ることができないっていうことが起きますで肝不全になる原因これはもう脂肪肝っていわれるものなんですけれども、えー、原因は2つですね、えー、1つはアルコールの摂取、えー、そうするとですね脂肪肝が起きてしまうでもう1つは過糖です 甘味料で使われている最大のものとしてはブドウ糖加糖液糖加糖ブドウ糖液糖とエキト言われている異性加糖ですね遺伝子組み換えのコーンから作られた、えーまあ、濃縮されたですね糖になるわけなんですけどもそれを過剰に摂取していると肝臓に脂肪がついて肝機能不全が起きてしまうっていうことですであとはインスリン過剰、まあ、これはインスリン量が上がるとテストステロンが下がるわけなんですけど基本的に食事ですね えもう私たち自然中クラブで言っている、えー、しっかりした食事をすればもうインスリンを刺激しない基本的には糖質というものを過剰に摂取しなければインスリン過剰というのは起きないわけですねだからそのライフスタイルで改善することができますあとは薬ですねスタチン系のドラッグであったりとかあとコレステロール効果剤であったり血圧降下剤でそして糖尿病薬とかっていうものを使っていくと、えー、まあこれも、えー、テストステロンを下げてしまうということになります で、じゃあ、どうすればいいのかっていうことなんですけれども、えー、基本的にですね、成長ホルモンをこう上げるっていうような動きですね。で、あとは、そのエストロゲンをこう下げる、コロチゾールを下げる、で、あとインスリンを下げていくっていう、これをやっていけばいいわけなんです。で、じゃあ、どうすればいいのかっていうことなんですけど、基本的に食事ですね。ト、えー糖質過剰な食事をしていれば、えー、結局、インスリン、インスリンを刺激してしまうということですので、インスリンの量が上がれば、テストロゲンが下がるわけですね。だから、 そのえー、糖質を制限していくというところが非常に重要になります。であとはやっぱりタンパク質を取ってくると成長ホルモンと出るんですけど過剰摂取ではなくて適正な量を取るということですね。だもしそのあなたが体重が例えば6 0キロだったら1日6 0っというそのまあ1キログラムあたりに1グラム計算でしていたタンパク質量を取っていけばいいのではないか。あとは睡眠です。 睡眠というのはもうこのコルチゾールの酸性にすごく影響を与えるんですねしっかりとした睡眠をとれば、えー、適正なコルチゾールの量になってくるわけなんですけど睡眠をとれないとなるとこれがです、ね、コルチゾール肩になってしまってテストステロンを下げてしまうなのでしっかり睡眠をとるということですねあとは断食って書きましたけどもこの断食っていうのは、まあえーまあ、1日2食に限ったりとかしてですね でそうすると、例えば12時に昼ご飯食べて6時に夜ご飯を食べれば、それからですね、6時から次の日の12時まで何も食べないというようなことが起きると、そこでですね、体内の代謝をしっかりさせるっていうことですね。でそうすると、まあ、インスリンとかもあるし、あとはインスリン量が下がるということは、その、まあ、テストスローンを上げるっていうことができるということですね。運動、運動線上ホールも上げます。 あとはですね、その油中と言われている野菜ですね、これはもう、油中野菜で検索していただければ出てくるわけですけれども、ケールであったり、ブロッコリー、スプラウト、セロリ、これがですね、そのエストロゲンを下げてくれる食材になるわけですので、油ブラの野菜ですね、そういうものを取ると、エストロゲンが下げてくれて、テストステロンを上げるということになります。 であとはまあストレス、まあ、ストレスはもうコルチゾールを上げるというのも分かりきっているわけですので、えー、そのストレスのほも、えー、ストレス解消ということかしっかり対処していただければ、えー、このエストロゲンがちゃんと出てくれるということですねあとね体、まあ、を浴びるということですね昼間にしっかり体を浴びれば、えー、その体内でですねビタミン D を合成してくれるわけですねでそうすると体を浴びることによってこのまあ適正な、ね、コルチゾールの量になってくれるっていうことですね ビタミン D を、まあ、もし足りないんであれば、えー、サプリメントビタミン D3 の方です D2 ではなくて D3 の方をサプリで取る、えー、もしくは体を浴びてでそれでコルチゾールっていうその、えー、ホルモンをですね、えー、適正にさせていただければ、えー、しっかりとしたです、ね、テストステロンを上げることができるともしこれが、えー、達成することができれば、あのー、きっちりとですねその、まあ、前立腺肥大とか勃起不全 あとは筋力を失うとか、えー、あと精力低下、えー、そういうことがなくなってもうね夜も元気で,でそして昼間も元気でって、えー、いうふうになることができるわけですので是非、えー、ねその中年男性で、まあ、このような症状が出てる方は、えー、今回のねいった対応をしていただければ普段のライフスタイルに活かせるんではないかっていうふうに思います。 でもまあこういうことを考えていくとですね、そのまあ勢力は落ちてしまうって今の現代社会の問題って言ったら、やっぱりこのね、食事がすごい大きいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。もう本当に日本でもあらゆる食材に遺伝子組み換え作物っていうのが入っていて、で知らないうちにこうやってですね、エストロゲン過剰なそのライフスタイルになっていると思うんですよね。だからやっぱりね、普段のこのまあ何を食べているかっていうところがやっぱり大きな影響 あると思うしであとはその運動であったり睡眠ですね普段のやっのストレスな、ね、ライフスタイルというものをこのホルモンに影響を与えるわけなので、まあ、この,、ね、その男性機能が下がってしまう、まあ、あとはその少子化というような、ね、問題もありますけどもその少子化対策っていうことでもね今回の、ね、方法をぜひ生かしていただければというふうに思っていますはい、えー、じゃあそれではですね今回は中年男性必見バイアグラに頼らない勢力増強 勃起不全対策についてお伝えしましまた、えー、もしね、この動画が良かったって思われたらですね、えー、ぜひ、この YouTube の高評価ボタンと、えー、あとはですね、自然中クラブのチャンネル登録をカチッとクリックしていただければ嬉しいです。あとですね、まあ、もし友達でその男性機能の問題であったりとか、 であとはね友達のご主人がねそういう問題を抱えていてですね、えーまあ、なんとか夜にな,なんないのかなっていう,ふうに思われている方いらっしゃったらぜひこの動画をですね友達にもシェアしていただいて喜んでいただければ大変嬉しいと思いますであとです、ねまあ、あのちょうど来週からですね日本に帰りますで、まあ、日本に行った時にですね自然中クラブの勉強会ということで東京、名古屋、大阪、福岡に行かせていただきます もっとね、詳しく話し聞きたいとか、直接小崎と話してみたいっていう方いらっしゃったら、このね、動画の下のところに案内がありますので、ぜひね、そのリンクをカチッとクリックしていただいて、えー、自然中クラブのオフ会、勉強会にですね、参加していただければというふうに思います。あなたとお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。